騎手といいますとやっぱり代名詞のカーブに注目が集まりますが、このストレートも今日非常にいいですよね。そうですね、どんどんノリが良くなってきたかなという感はありますので、コンビネーションでいってほしいですよ ね、 これね、はい、変化球空振り三振、バットに当たったとイデホがアピールしていますが、どうでしょう、かなり激しくアンパイアに詰め寄っています。岸の落ちる変化球、バットの先っぽに当たったという主張でしょうかね。そうですね、はい、今審判から説明を受けています。イデホはこの表情、まあ、今土井さんからお話もありましたが、コンビネーションで攻めてほしいというところでストレートを見せてから、最後この大きく曲がる変化球、そうですね、理想的ですね、真ん中低めに、落ちるカーブですよね、はい、どうでしょう今、画像じゃ、少々分かりづらいですね、はい、やはりこの一番近くにいる審判はまたキャッチャーバッターもそうですけど音も聞こえますからね、はい、そういう意味では、まあ、当たってないという判断でしたよね。イデホは次のバッターのバルディリスと喋っています。主審が長い時間をかけて説明をしています。の大きく曲がる縦に落ちるカーブ、まあ、一瞬バットが空を切ったように見えたんですが、イデホはバットの先端部分に当たったと主張しています。6対0と6点をリードして迎える6回の表のバファローズの攻撃、オリックスはここまでヒット4本無得点ですね。で、西武ライオンズが11安打6得点、まあ、イデホにとってもこの打席三振かどうかが非常に今後大事になってきますからね。まあ、もちろんバッターも1打席1打席ね、はい、集中していって、いってますからね、まあ、本人が当たったっていう感覚は非常にあるのかもしれませんが、やはり審判が当たってないという判断ですので、なかなか、ね、覆ることはありませんから、はい、あまり、ね、長くなるとというところですよ ね、 ここね、かなり長い間中断しています。イデホは今日ノーヒット、1打席目がフォアボール、そして2打席目がセカンドフライ、そしてこの3打席目、今三振かどうかの決断、岸の大きく縦に割れるカーブ、おっと退場だ、退場が宣告されました。森脇監督が今退場処分。斉藤さん、はい、今ね、イデホ選手がベンチに下がるときにね、審判に一言言って、それで退場処分になりましたね。一言何かを告げて退場処分になりました。両チームの選手が出てきました。オリックスの選手です、オリックスの選手が出てきました。イデホを押さえつけています。キャッチャーの伊藤の姿があります、原の姿もありました。激高するイデホを押さえつけています。一瞬場内にどよめきました。どうやら森脇監督は退場処分、審判の静止をこう振り切るように歩いています。はい、先ほどリポートにもありましたが、イデホが帰る際に何か一言告げた、その後に退場処分が下されました。
森脇監督が引き上げていきます。選手たちが一旦ベンチに引き上げていきます。ただがいい口を侮辱行為で退場処分としています。またその後暴力行為を働いた森脇監督を退場処分といたします。で引き続き福良コーチは監督代行として試合を再開いたします。そうですね、はい、言葉を発したと何か、審判に対して、はい、審判を侮辱する発言をした、はい、それにね、はい、少々、怒りを表した、森脇監督、森脇監督、少々手が出たような形になりましたから、はい、そうですね、こう目を指さして何かを言ってその瞬間に審判が退場処分。その後森脇監督がそれに対して抗議でしょうか、何かを言って森脇監督も退場処分になりました、はい、少々手が出てしまったように、軽く押したような感じになってしまいましたので、はい、退場処分になりましたね。ここはね、